や。どうも、世界の終わりなき創造をたたえよう。悪く思わないでほしいが、正直言って称賛に値する世界はそうそうないぞ。北方人、常に不愉快で、しかめっ面で、ひねくれて、ただの挨拶にすら難癖をつける人種。おっと、少し失礼な言い回しだった。お客さんには何も作ってやれない。悲しいことに、持ち物が道具も含め全てなくなった。職人、いや魔術師か。君たちの言葉に私の職業の言葉はない。私は学者兼工芸家で、職人と魔術師でもある。ゲマトリア、ルーン細工、これらの言葉はわかるか。わからないが、ルーン細工はなんとなく理解できる。確かに、だが私の細工はもっと奥が深い。まずはルーンと刻印を作り、次に並べて強力な魔法の言葉にする。この技術には優れた実用性がある。正しく作られたルーン石が魔法の言葉を意味するよう剣に装着すると、デタラメにつけられたルーン石より大きな力を剣に授ける。刻印でそういう言葉を作り、鎧につけることも可能。俺は時々人に雇われて問題を解決してる。なくし物を見つけたことも何度かある。そんな簡単な話じゃない。大きな船に乗っていた。それが沈没して、道具類は暗い海の底に沈んだ。代わりを買うんじゃダメなのか。自分で設計した特製品、製造には大金がかかった。しかも金は全て暗い海の底にある。道具と一緒に。あんたの技術は役に立ちそうだ。それを踏まえてぜひ力になりたい。必要な金を用意しようか。ルーンと刻印で払ってくれればいい。本当にそうしてくれるか。大金が必要だぞ。ごく単純な象形文字を作るにも非常に高価な道具がいる。高度なものや最高級品については言うまでもない。気にするな。いい投資になる予感がするんだ。なぜあんたがこの地に来たのか知りたい。単純、知識への渇望からだ。師匠が教えられることは全て教わった。祖国のさまざまな言葉を学び、あらゆる植物と動物の名前を知った。そんなことのためにこれほど遠くまで。祖国では豊かな生活が遅れただ。私の作品の美と重要性が認められているから。だがそんな人生では満たされない。世界は広大で多様だ。次から次へと想像するから。それは記号を通して語られる謎だ。世界の言語を学びたい。記号を通して語られる意味を見つけ出し、構文を習得したい。それによって創造の原則を知りたい。その話ぶり、学問より信仰に熱心なように聞こえる。君たちにとって信仰と学問は相反するものだ。しかし祖国では聖職者は学者であり、敬意の源は知識だ。オフィル人は神を信じるのか。宗教によって異なる。私は世界を唯一の神として信じるよう育てられた。希望は神の言葉であり、神の言葉を学ぶことが神に近づく道だ。希望？ルーンや刻印のことか。これらは単なる形だ。不完全な人間が世界を表現する方法だ。それでも人間には魔法がある。そしてあらゆる魔法は神から生まれる。ルーンを作成し、言葉に並び替える。それが私の祈りだ。そしてその魔力を剣に授ける。それが私の祝福だ。金なら少しある。これで足りるか。ああ、手始めにはなる。なるほど。それにかかるのは金だけではない。かなりの大きさの翡翠が必要になる。
なんとかしてみよう。どうやらノビグラドの北東に小さな翡翠の交渉があるような。行ってみるとするか。翡翠だ、取り出そう。どうやら金を有効に使ったようだな。仕事の再開、それがもたらす喜びが君にはわからないだろう。感謝する。気にするな。作業の調子はどうだ。小さめのルーンをいくつか作った。練習だよ。それでも手持ちの道具と材料では高度なものが作れないことを考えると悲しくなる。運が良かった。翡翠を見つけたぞ。受け取ってくれ。ありがとう。作品が見たいなら歓迎しよう。この金で上等な道具が買えるか。なんとありがたい。本当に身に余るご親切だ。それだけの価値がある。精が出るな。いいことだ。そうだとも。道具を調達したんだ。適切な一式をノビグラドの職人から。法外な値段だったが本格的に作業を再開できた。新しいルーン、刻印、設計図を制作した。どうぞ買いたいものを吟味してみてくれ。もう妨げるものはないな。最高級のルーンの製作にという意味か。それにはもっと金がいる。悲しいことに。もう少し金をやろう。これで間に合うといいが。道具には足りる。しかし希少な材料も必要。いや、そうはいかん。まず俺の金で何ができるか見せろ。必要なもの
ものは全部揃った。確かか。自分で少し維持費を出せば十分だ。希少な鉱石もこれ以上必要ない。本当にそうだといいな。祖国のワインが樽一杯分ある。お互いの成功を祈って乾杯しよう。君の健康に、力添えに感謝する。最新の作品をご覧になりたいかな。そうするのは歓迎だ。何があるか見てみたい。北方諸国はお気に召したか。もちろん。これほど広大な森林も、こんな色合いの空も見たことがなかった。しかし北方人は風変わりだ。無口で閉鎖的だ。それに街道は盗賊だらけだ。だがそれは忌まわしい紛争のせいだ。ありがとう。では。